ビグミポリポシ先生、イエイ。3年ビグミポリポシ先生。はい、というわけで前回に続きまして今回もですね、各11タイプのタイプについてですね、やっていきたいと思います。前回各タイプのですね、エネルギーをつける方法とかをねベースにやっていきましたけれど、今日は他のポイントでポケモンたちを紹介していこうと思います。ダメージアップ、まずは技のダメージをアップするに関しては得意不得意があります。すごい得意だなって感じるのはね、とですね、ディアンシープリズムスターがいます。これでダメージがね20アップしますから非常に強いですね。鋼、ダダリンですね。ダダリンで10アップします。この辺りのポケモンは種ポケモンなので非常に出しやすくて安定性が高いポケモンです。次に1進化、草にね、ラランテス、炎もラランテス、炎、草タイプのポケモンのダメージが20アップしますので、これがやると技のダメージが130のポケモンがいたとしたら150になりますと。ラランテスの海でね、相手のポケモンを倒せるかどうかが変わってきたりもします。その代わり1進化ポケモンだから準備に若干時間がかかりますと。このバランスをどうしていくかっていうところがね、考えどころかなと思います。水タイプ、弱し、はい、弱しでちょっと、ね、ダメージが上がったりしますね。弱し GX 限定で。雷タイプはですね、まあポケモンじゃないですがエレキパワーがあります。このエレキパワーがあるので非常に雷タイプもね、相手を一撃で倒しやすいタイプかなと思います。蝶はなしです。悪もなし、フェアリーもなし。でドラゴンに関してはシールタリスですね。シールタリスがいればドラゴンタイプのポケモンのダメージがプラス20、バトルプリズムスターを使って出すこともできちゃいます。で無色もね、まあいないんですけれど、共通して技のダメージを上げる効果を持ったものもいますので、そこを紹介していきましょう。特に水、超、悪、フェアリーに関してはね、ダメージを上げるための手法をね、覚えておくと参考になるかなと思います。クックイ博士、はい、クックイ博士があればね、技のダメージプラス20になりますので非常に使いやすいです。本当はね、クソタイプですけれど、ジュナイパー GX、ジュナイパー GX の特性ダメ感をばらまいてから技を打って調整するっていう手があります。同じく、まあ、調整するっていう考え方のポケモンがいくつかいます。まずは左手の、ベンチにねダメ感を2個置けますので、これも結構優秀ですね。それからね、カプボケコ、技回転飛行によって相手のポケモン全員に20ダメージが与えられて、かつねダブル無色エネルギーで技が使えますから、まあ雷タイプのポケモンですけれど、実質全タイプに入れやすいポケモンです。エンゴレト、毒やけどにしますのでダメ感が3個乗ります。ウツロイド GX、 これもね相手を、同じくね毒にできますのでダメ感を効果が期待できますと。ポータウン、それから今しめのほこら、ポータウンや今しめのほこらをね使って、その効果によってダメ感をね乗っけていくっていう手もあります。あとはね、ウルトラビースト限定ではありますが、ビーストエネルギープリズムスターを使ってダメージアップするっていう手もあります。この辺を押さえておくといいでしょう。基本的にポケモンカードゲームはその上でね、相手をなるべく一発で倒す、これが非常に大事です。相手をちょうど一回で倒せるようにダメージをアップする、もしくはメインアタッカーのダメージでしっかり倒せるように事前にダメージを与えておいてから倒す、こういった動きが非常に重要です。はい、さあどんどんいきましょう。で次のね、逃げやすいカードに関しては、まあ雷にゼロラジックス、蝶に、ニクロズナ、暁の翼 GX、 この辺りがいますと非常に逃げやすくなりますので便利ですよっていう話ですね。まあ、あとは悪ですね。あとは悪がガッチリですね。まあ、雷超悪あたりはポケモンが逃げやすいぞっていうところをね押さえておくといいでしょう。はい、手札を増やしたり好きなカードを持ってくるカードです。まあ、特性で言うと一番最初に上がってくるのは悪タイプ、ゾロアーク GX ですね。まあ、悪タイプですけれどダブル無色エネルギーで技が使えますから全タイプに実質入れやすいポケモンかなと思います。手札を2枚引けるので非常に強力ですね。無色ヤレイガン、種ポケモンで無色タイプで、かつね3枚になるまで引ける効果が非常に強力ですね。雷スグライガー、進化ポケモンですけれども、その代わりカード4枚引ける効果があります。
まあ、全部トラッシュするデメリットもありますけれども、手札を消費しやすいデッキと相性がいいカードかなという感じです。あとはね、好きなカードを持ってこれるっていう意味では、フィアタイプ、ニービア GX、それからサンナイト、技を使って好きなカード3枚を加えてきます。こういう特定のカードを持ってこれるカードは非常に強くて、水タイプのね、ローラーロコ、エネルギー消費なしでポケモン2枚を加えられるカードです。無色、ノコッチ。ノコッチもね、種ポケモンをベンチにずらっと並べられる技を持ってますね。炎、マグカルゴ。山札にね、好きなカード1枚を置く特性を持ってますので、まあ、このカードに加えて、さらにね、ドラッグ GX とか、ヤレユダとかを使って、もしくはハウとかを使ってね、上から引いてあげれば、すぐに好きなカードを使えるという感じになります。はい。マーシャドウです、マーシャドウ。マーシャドウは特性によってお互いの手札がね、4枚になるという効果がありますね。非常に強力です。必須カードっていうわけではないですけれど、こういったポケモンが入ると結構デッキが安定しやすいよっていうデッキですね。まあ、困ったらヤレユタンタイをね、1枚入れておくと結構便利かなと思ったりもします。忘れちゃいけないポケモンがいましたね。蝶にいました、カプリメフ GX ですね。まあ、蝶タイプですけれど、弱点がなくて、弱点もつけませんので、資質全タイプのポケモンっていう感じですけれど、まあ、カプリメフ GX ね、サポートが持ってこれて非常に強いですね。はい。さあ、続きまして、妨害系のね、ポケモンを紹介していきましょう。特定の相手からダメージを受けない系、いわゆる時間稼ぎができるポケモンです。アクタイプ、フーパー。はい、ポケモン GX からダメージを受けません。種ポケモンで使いやすい。水タイプ、アローラキューポン。フーパー同様の特性ですけれど、こちらは1進化なので若干出しにくいですね。フェアリー、フェアリーチャーム。ポケモンチャームマシンが、フェアリーチャームがついているポケモン全部がね、厄介な感じになります。この辺がね、GX、EX からダメージを受けない系ですけれど、他にも特定のポケモンから技を受けなくなるポケモンがいっぱいいます。草タイプ、ラフレシア。それから樹海、ウルトラビーストからダメージを受けない。水、サクラビス。進化ポケモンからダメージを受けない。シンドラー GX。これダメージを受けないわけじゃないですけれど、相手にね、ダメージをそっくり返すっていう効果があるんでね、かなり攻撃をしにくいポケモンかなと思います。デンジモク GX。特殊エネルギーがついたポケモンからダメージを受けません。同じくトリデプス。同じような効果です。チートリス GX。これもね、特定のポケモンから技のダメージを受けなくなるという効果を持っています。フェアリーは、メレシーもありましたね。メレシーもダメージを受けない効果を持った技を持っていますと。はい。結構たくさんいますね。この辺のポケモンは割とね、時間を稼ぎやすいポケモンかなと思います。ダメージを減らす系のポケモンとして、鋼にね、ツンデツンデ GX。ツンデツンデ GX でね、結構防御的な性能で耐えるっていう手もあります。あとはね、技の効果によってダメージを受けにくくするポケモンもいます。ハッサル GX とか、あとはグソックムシャ GX とかですね。攻撃をしにくいって意味では、ダメージを受けるほど相手に仕返しがしやすい、ケンタロス GX、それからレシラム、マンギョ、キュレム、ジジイロン。この辺りはね、ダメージを受けるほど技ダメージがアップするポケモンなんでね、相手からしたら若干攻撃がしにくいポケモンかなと思います。さあ、これに加えてね、さらに相手の動き自体を阻害していくポケモンが存在します。アローラメトメトン。種ポケモンの特性がなくなると。超タイプですけれど、こういうね、嫌がらせ系の特性目的のポケモンっていうのは、どのタイプにも入れてもいいかなという感じです。ウソキ。相手のベンチの数を減らします。ヘッキング。特性がなくなるポケモンですね。同じく特性なくすっていう意味では、ミスタイプ。グレイシア GX。相手のポケモン GX のね、特性がなくなると。あとはね、相手がグッズが使えなくなるっていう意味で、ルクシオ。それから、ドラゴンタイプ。オンバーン GX。このあたりも、強力なポケモンかなと思います。このあたりのね、ポケモンで相手のスピードを遅くして、その間に自分は準備をするっていう、そういった戦略をね、取ることもできます。取られるサイドの枚数を減らすっていうところもね、結構時間を稼ぐプレイとしてはね、非常に強いかなと思うんですけど、それをしやすくするカードが登場しましたね。はい、抜け人です。抜け人ね、超タイプですけれど、ポケモンの道具としてね、全タイプのポケモンに付けられますから、どのデッキにも入れやすいですね。倒された場合ね、そのポケモンが取られるサイドの枚数が1枚減りますから、
非常に時間を稼ぎやすいです。まあこんな感じですね。はい、他にもですね、時間を稼ぐという点に関しては、まあ、共通で使えるグッズやサポートとかも結構有効ですね。例えばね、グラッシュハンマー、改造ハンマー、この辺りは相手のエネルギーをね、トラッシュできるので非常に強いです。フルメリもそうですね。エネルギーを減らして相手の動きを阻害していくと。あとは手札を減らすっていう意味でマーシャドウ以外にもマーシャドウやジャッジマン、この辺り手札を減らしていくっていうことも結構強力です。マッツバもそうですね。マッツバも超大工のマッツバもそんな感じですね。あともう一個、サイドを取られないように立ち回るっていう意味ではアセロラ、満タンの薬、スーパーポケモン回収、この辺りのカードでダメージを受けたポケモンをね、回復してあげる、もしくは手札に戻してあげるっていう動きをすると非常に強く立ち回れるかなと思います。まあ、基本的にポケモンカードゲームはですね、エネルギーを相手よりも早くつけて、相手よりも早く技を打って、相手よりも早く効率よく倒していくかなんですよ。なので相手の HP がぴったりになるようにダメージを上げていきながら、強力な技を使えるようにエネルギーもいっぱいつけて倒す、その返しで相手には倒されないっていう動きがどっかでできると非常に強いです。最後に初心者におすすめのね、便利ポケモンを紹介してみましょう。まずね、アローラロコ、こちらね、フェアリーライズではなくてちょっと前に登場した方のアローラロコンですね。アローラロコンにエネルギーをつけなくて済むので、別のポケモンの準備ができつつ、かつ、ポケモン持ってこれるからかなり使いやすいです。それからアローラキューコン GX、 このアローラロコンの技を使ってアローラキューコン GX を持ってきて次の場に進化して、さらに特製でグッズを持ってくる、便利ですね。どのデッキにも採用しやすいポケモンかなと思います。アローラガラガラ、アローラガラガラはですね、同じくエネルギーなしで技が使えて、かつ山札からエネルギー2個ポケモンにつけられますから、何も考えずにエネルギーが溜まっていくと。アローラロコンでポケモンを持ってくる、キューコン GX でグッズを持ってくる、ガラガラでエネルギーを持ってくる、この辺りのポケモンがね、普通のカラカラも含めて、まあ、全部でなんかこう2222ぐらい、雑ですけれど8枚ぐらい入ると、あと適当にね、好きなメインアタッカーとかをね、まあ、全部で4から8くらい入れてあげれば、おおむねどのデッキもこれで結構何でも回るんじゃないかなっていう気がしてます。というわけで今回は以上です。また次回。